とちょっとだけマナやろ。これが見せたかった。これ2です。練習しました。あ、破断者中断。押した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 。ああバカー。ラシードのコマンドやった。ラシードのコマンドやった。やるしかねえ。あぶねえ。ぼったくり中断だろ。擦ってたわ俺。ラッキー。ぼったくり中断して SSB やってるやつだな。あーしまった。そうだった。ちょっとこれあれだったわ、忘れてたわ。体育殿下。ああバカ、これ最速になってない。いくよ、勝った。はい、勝ちました。なめんな、おめえみたいなパラシックルモーダン100万人ぐらい殺してんだよこっちは。マノンで狙ってたんだけどな、今できなかった。まあ今誘発させた、パラシを誘発させて勝った。こういうことね、こういうことね。いや対空強え。これがねちょっとね、これだけ練習した俺、エボに向けて。これめっちゃ練習してた本当。エボいかんかったけど、いろいろあってちょっといかんかったけど、これめっちゃ練習した俺。はい、ダメー。うぅ、危ねえ。これ死にますね。やると思ったー。あー、パナしてくるもんなんなんて、俺マジ100万人ぐらい殺してるから、パナすだけじゃ俺のマノンに勝てない。マジで。やる。あ、マジか。微妙だなこれ。やっちゃうか。あ、ラッキー。これ運ゲー。イエーイ。これ運ゲーした。あー、微妙だったけど行っちゃった。もう長引いたらちょっときついもん。ええの、ぼったくり。うおー、ワンコンも5000ダメージ。やめて。あー届かない。歩いてきたから届くと思った。やっちゃった。あー痛い。詐欺飛び。やったわ俺。飛び。あ、ミスった。マジかー、コンボミスした。カッチ落とした。マジか。まあしょうがないね。オッケー、オッケー。ゲダミスしとくか。ちょっと下がってくな。下がってないで、これ見せるの大事だ。こっち有利なんだな。
飛べ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 くそ狙いすぎた、やめろ。オッケー、暴れてる。これ見しときますか、これ見しときますか。あー、ミスった。駒投げだろ、そこは。違う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 、しゃがんでたから中断、しゃがんでたから中断、今の間違えた、ちゃちゃ間違えた、マジ間違えた、しゃがんでた相手。もう悔しすぎる、今の悔しすぎる。これは分かんないな。うーん、やっちゃったか。高いよ、バーンするからね、これ高いよマジで。俺マロンの SSB の一番強い使い方これだと思ってんだよな、いまだに。うわ減る。ダメだよこれ釣り、もうずっと撃つの待ってた今、単発で飛ばねえ相手これ。あと一回見せてこれ、いやーでもやんない方がいいな。飛んでる、これは際どい。かかと。モダンはこれやる、ちなみにみんなやる。貴様、やるねー、えらい。これやるってことはでも投げが通用するってことだね。やっちゃったなお前。ミスんなよ、よし、メダル5枚だぜ。痛いよこれ、投げダブルアップいけるな。開幕飛び、これ投げ2回いけるよ。いくよ、いくよ、いくよ、絶対いくよ、絶対いくよ。ほらーいけるんだよ、こういう挙動のやつは。パナス。あー、いいパンチ。ミスった、ミスったー、うわー、ミスったー。はい。モダン相手に補正切りはしない方がいい。ガチャってるから大体。パナス。ほい。パナス。パナス。ほい。僕はジャンプされるのうざいんで、引き寄せたら絶対コパン一発入れてからコマ投げしてます。こっちの方が統計上確率高い。うわ、飛ぶかこれ。絶対飛ばないと思った。これ苦しい、めっちゃきつい。あーマジか。まだいける、まだいける、まだいける。まだいける、これ絶対パンス、絶対パンス、絶対パンス。このバカ野郎、はい、あのすいません、いや強すぎ今の。バランスしかないよね。いや、つえ。いや、俺、ラシードでこのレベルのキャミに勝てるかっつったら歯が立たないと思うんだよな。このキャノンスタイクマジつえ。いや、うまい。いや、なんでこれちゃんと見てるかね。マノンなんてそうパナス存在じゃないのに。パナスと思う。やる。
しまった、投げ抜けしちゃった。これ相手下がるよ、いくよ。はい、下がると思った。パラス、これパラス、パラス、パラス、離さない。ここパラシです。あ、後ろ受け身取らんかったか、かかと落としちゃったか。これ対空無理なんだよな、キャノンスパイク。さすがに無敵じゃないと。それ見んの3回目。やる、一点読み。絶対どっかで下がる、絶対どっかで下がる。この人いくよ。あ、えらいぜ、来ると思った。よーし、よーし、すげえ漏れてる。俺のバージョン 1.0 のマノンで漏れてるぞ、地味に。1年前から俺マノン何も変わってないからね。やーべえ、もうちょっと荒らすか。リリー俺ダメだ、真面目にやったら無理だ。うーん、こいつの早い、おいしい。あー、ミスった。よし、出りゃメダル回収。分かんなかったらインパクト打っとけ。ぼったくり、ギリギリ生きるね俺。ふん、終わりだ、漏れてる。まさかの漏れてるぞ。やっぱらしい。やだー、あのね、同キャラのマロンね、みんな俺よりうめえんだよ。俺の方が汚ねえけど、俺よりうめえんだよ。汚さで言えば俺の方がうめえなんだけど、正統派の、正統に戦うマロンみんなうまいんだよ俺より。汚くいきます。何やるじゃん。きったねえかも。あ、ミスった。ふっ、おー、やるじゃん。しゃあなし。コパ連打するの大事なんだよな。ずっと入れてんだよ、コパン、俺はよ。ずっとここに入れてる。相手も何回かぼったくろうとしてきてるけど、止めてはいるけど、その分打撃でいて、その分普通に打撃食らっちゃうんだけど、投げられるよりはマシだと思うんだよな俺。マノンのぼったくり、コパ連打結構効くっすよ。この人はでもあんまりコパ連打してない、偉いっすわ。これ偉いマノンです。いや、コッパ入れたけど間に合わねえ。あー、うめえ。なにー、いや、最後入れてなかったっす。コッパ入れてなかったっす。最後入れてなかったっす。クルーまで見せられたらちょっと入れないよ、入れられないよね。うわー、またマロンかよ。マロンどうすっかな。クソキャラですよ、これ。飛んじゃった。打撃タイプか、このマノン。打撃タイプだ、このマノン。あ、いや、こいつ今投げ落としましたよ。ミスった。こいつ投げ落としましたよ今。これ危ない。あ、やった。こいつ心の中に汚物を買ってます、このマノン。これ危ないです。あー、やる、これ無理。なんか前の相手だと冷静にできないな俺。怖すぎてな、投げが。ぐちゃぐちゃ。
あー、普通の投げかよ。飛び話。お仏同士の戦いなんてな、嵐上等なんだよ。まとめに戦っちゃダメな、俺。マロン同士なんて。いやー、飛んじゃった。飛んじゃったよ。勝手に当たるんだよな、マノンに触れるやつは。マノンに怯えるものは。やばい、あーやばい、やばい、やばい。やばい、やばい。やばい。ああ、ダメか。意味がわからん。あかんわ。いや、マノンはマジで勝てないな、俺。なんだろうな、マノン。マノンはマノン不利なんだよね、マジで。まあでも、打撃系のマノン、ちゃんとやってるマノンは、ちゃんとやってない、ん?ちゃんとやってないマノンは、ちゃんとやってるマノンに勝てないかなって感じがする。俺、ガチでちゃんとやってないマノンだからさ。投げしか狙ってないマノンだから。あれ、コマ投げできないぞ。コマ投げ出ないぞ、関裕太。何をやっている。うわ、出ないぞ。おいしい。はい、おいしい。死にました。インパクト確定なんでね、ワープしてたら。マジ飛ばないな、この人。これ間に合うはずだけどな、ガード。ほい。いや、しょうもないマノンだよ、俺ってさ。しょうもねえマノンだよ、俺って。格ゲーじゃねえ、これ。俺のマノン。バカ。何やってんだ、俺。ちょっと焦った。焦った。お、耐えてる。いきますよ、これ。くっそ、狙いすぎー、狙いすぎー、しょうもないプレイ狙いすぎー。いやでもこれなんだよな、パチンコなんだよな、マノンって。マジでパチンコでしかねえ、俺のやってるマノン。だからマノンやめちまったんだろうな。やってる感あるからな、他のキャラの方が。届かん。まあ、こういうのが決まったときは気持ちいいですね。はい、これインパクトいきます。こういうのが決まったときはちゃんと気持ちいいですね。あっ、これ格ゲーだね。ちゃんとやってるときは。ちゃんと対空決めたらもう格ゲーだね。マロンでも。ステップ多かった。この百列脚って相手フルだよな。ほー、間違えた、間違えた、マジで間違えた、間違えた。パラス、はあ、あーラッキー。あー間違えた、コンボ間違えた。あぶねえ、かっこよく決めたかったのに。離すかな。あー SS 出ない。
俺は知らん。モダンとクラシックの差が出たぜ、このミリ。モダンとクラシックの差出たな。やっぱ火力のあるクラシックだ。クラストリートファイターは格ゲーは火力が正義だ。クラお、コンボ出てない。飛ぶよ。飛ばねえなら行くぞ。オッケー、飛ばねえなら行っちゃうよ。許せ。中継はあんま使わないんだけどね、普通のマノンは。俺はよく使う。長いからね。あ、長いからやっぱね便利なんだよね、結構相手のあれの外に、外からやんの。これ結構ね相手の想定外の距離から殴れるからめっちゃ便利なんだよね、これ。これなんかいけるかなって距離でいけないんだよね、マノンの中継って。あんま使う人いないから距離感みんな結構バグってる、中継に対して。やるしかないな。結構中継の距離がみんなバグってんだよな、これすげえ当たるんだよな。俺だから中継メインだね、距離感、距離取ってくるやつに対しては。距離取っ、殴りに来るやつは中盤でじゃんけんいくけど、中継置いとくね俺。中継で殴ってる、殴りに来るやつは中盤で追い払ってる。